いつもの立ち食い寿司にてうまうまと寿司をつまんでいると、隣に西洋人の男2人組が入ってきて、たどたどしく注文を出したりしている。この店はえらい安いということもあって、外国人の客も来やすく訪れているのを見かける。店側もオーダー方法を日本語、英語、中国語、韓国語で書いてあったりするあたり、そういう客もしばしば来るのだと思われる。で、その2人組はとりあえず討論討論と連発していて、トロ食わせろということなのだろうと聞き流しつつ、シャコとアンキモ軍艦などをつまんでいた。すると彼らは僕の寿司をしげしげと眺め、 What is this name? とか聞いてくる。ああ、英語圏の人かいなと思い、シャコを指さしてガラゲと言いかけて、いや、そんなギャグは彼らには通じまいと思い直して、うん、イッツシャコと和名で教えた。シャコ?イエースイエース、シャコ通じた通じた。すると次に彼らはアンキモを指し、イッツイズと聞く。む、これは難しい。イッツアンコウフィッシュレバーととりあえず言ってみる。どうも通じているようないないような感じだったので、自分の腹を刺し、レバー you know? と言ってみると、なんか通じたっぽい。おお、ライトが、その後に続く言葉がよくわかんない。よく聞いてみると英語じゃない。どうも発音と端々に出てくる単語からしてイタリア語っぽい。彼らも俺ら英語よくわかんねえんだよと連発している。英語が不得意な人が最初に覚える。英語はどこの国でも I don't speak English であるようで、これは世界共通だということがよく分かった。こっちも英語は増えてたし、イタリア語なんかもっとわからん。が、彼らは非常にチャレンジャーで、しきりとあれこれ聞いてきつつ、いろいろなネタに挑戦している様子。アンキモを頼んでみたいのだが、なんて頼めばいいのかわからず。店のメニューは、一応アルファベットの振り仮名が書いてあるのだが、それと低英語向けなのでよくわからんらしい困っている様子だった。で、やっぱりアンキモが気になっている様子だったので、軍艦に乗っかってるアンキモを少しだけサーブして、プレイイットチャレンジイットと言って食わせてみたところ、こいつはナイーブだと言っていた。繊細だと言いたかったのかもしれない。で、ケースの中の刺身を指さし、この魚か、それともこの魚のかと聞いてくる。いや、アンキモはタイやサバのレバーじゃないから。ということで、アンコウって英語でなんて言うんだろう。しかし彼らは英語はよくわからんと言っている。僕はとっさにデコの中央から竿のように線を描き、 You know head lamp fish and bing mouse fish ピカピカと言ってみた。するとなんやらイタリア語で叫びつつ大喜びしている。どうも通じたらしい。念のためメモ用紙ちぎりってアンコウの絵を描き、アンコウフィッシュ OK? と話を振るとバッチリ通じてる様子。さらに彼はペンを取り、紙の裏に何やらトゲトゲの塊を書いて、これはなんてのと聞く。なんだこのたわしというか馬糞というかと思いかけたところで、彼はそれを足で踏んで痛いという仕草をした。ああ、ウニか。ウニは足で踏むもので、踏んだら痛いというのも世界共通っぽい。そこでイッツウニと教えてみる。ついでに軍艦巻きも教えてみる。ウニイズ軍艦巻き、軍艦イズ軍シップ。軍シップ、これベッドわからんかな。考えてみればウォーシップといえば多少は通じたのではあるまいかと思ったが、とりあえずこれまた船描いて砲塔を描いてみたところ通じた。 OK OK で、君の教え方は非常にわかりやすいなというようなことを言われ、ナイスティーチャーと連発されたので、自己紹介なんかされて握手して帰ってきた。彼らには今後もバリバリと寿司を食って日本を気に入っていただけたら幸いである。